はい皆さん毎度毎度はい「格の違いを見せつけろ」これどっかで見たんでね誰かのキャッチコピーがねそのまんまうちも勝手に使っちゃってるけどねいやこの素晴らしいキャッチコピーだなと思うねこのキャッチコピーに反応するっていうのはベテラン美容師さんじゃないかなベテラン美容師のね皆さんが「あ俺のこと言ってんの?」みたいにね <laughs> ついうっかり見ちゃうんじゃないかなでもね実際若者と比べるとねまあ若者ってのは記憶力いいからね知識はね どどんどん持ってでも新しいことってさ我々にしてみたら古いことだからさ何の感動もないんだよね。まあ、我々の先輩のね美容師ね電気パーマねえ「まだ電気パーマ流行ってんの?」みたいにね <laughs> そのおばちゃんなんかはもう電気パーマ昔やってうちわで仰いで立つんだよね。まあ、よく言うのはね線の知識よりもね経験でね、まあ、今回はこれ失敗だったなってその 1個の失敗の方が価値は大きいよね。だけど若い方ってのは記憶力いいからね1,000個でも2,000個でもね知識新しい知識はどん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 詰め込んでね、まあ、結果と経験で得た1、まあ、個の知識の方が、まあ、価値はあるよね。だから1,000個の知識知ってても薄っぺらでねただ本に書いてあることを喋ってるだけで何にもなんない使い物になんないよね。まあ知ると分かるは違うってよく言うよね。 まあ簡単にデジタルパーマ知ってるなんて言えばね大体若い人は知ってるっていうよね何が知ってるのかってっまあやり方とか全部知ってるかもしれないけどねあとこんな紙質にはこんなしかかからないとかこのいう紙質には不適切だとか、まあ、知ってる知識を喋ってるだけじゃダメなんだよね何にも何にもやってね失敗した人が、まあ、経験積んだ人の話っていうのは参考になるけどねただ知識知ってる人だけのはもう面白くもなんでもないね聞いててねで経験を積んだ人っていううのはもう っってててるるじゃなくかこれはやめた方がいいああした方がいいよとかね、まあ、今回のね次世代デジねつけまきでかけてくんだけど、まあ、システアミンでつけまきでかけてる人ってのはいると思うけど医薬部外品の過温2億式使ってる人ってのはほとんどいないんじゃないかないるかな昔使った感じだとね、まあ、薬の強さにもよるけど健康網にでも結構1 2ミリで巻きはガツンとかかるんだよね。 でも乾くとなんか伸びる傾向あるから開くから濡れてると結構カールが出るんだよねそれさっきちょっと思い出したけどねで髪の状態にもよってやっぱりかかり具合っていうの養生になるけどねで今回保有のシモーヌシスタイムかなあれはどういう状態かわからないけどヘアカラーのメーカーが出すだけあって毛染めしてる人用の薬だからね強いのか弱いのかもわかんないけどまあ使ってみなきゃわかんないよね。 いやーかなり期待してんだけどねでボトルに入ってっから年齢もそんな高くないんじゃねえかな昔ながらのねあのハード容器に入ってっからね買ってみないと分かんないね、うん、かなり期待してんだけどね期待外れだったらまっ、あ、すぐ報告するけどねはいお疲れ様でした。